それで、一応ここでまずですね、その次元のベクトル空間の次元の定義をしましたので、前回やりましたその規定を含めまして、その規定と次元の計算に関する例題を一つ出したいと思います。で、その例題なんですけれども、実はこの例題はですね、第2回のレポートの課題で出した問題です。第2回の時には確か線形写像、数ベクトル空間の線形写像の像空間イメージと核空間カーネルの定義をしまして、でその線形写像の像と核の計算を皆さんにしてもらいました。でその時に、まずちょっと問題から振り返りましょう。F というのをその、3個数ベクトル空間、今もう3次元の数ベクトル空間というのでいいと思いますが、この3次元の数ベクトル空間から3次元の数ベクトル空間への、線形写像と置いたわけですね。こういう形でこう定義をしてたわけなんですけれども、この時のそのイメージとそれからカーネルを求めなさいと。で具体的にはそのイメージとカーネルがどういうベクトルで生成されているかっていうのを求めなさいっていうのが、課題でした。でその時の、その今回はその特にそのイメージ F のですね、像空間の計算を取り上げたいと思うんですけれども、その時にどういう解き方をするかっていうその解説をしたかというと、次のようなものでした。まず、F の表現行列を持ってみましょうと。F の表現行列っていうのはその、X1、X2、X3 っていうこのベクトルに対してこのですね、式が成り立つような行列ですね、この X1、X2、X3 の左側からこれをかけるとこれになるような、そういう行列を F の表現行列を置いたんですが、それをまず F の表現行列を求めなさいと。そしてこのように求まります。で、次に、僕が手順として示したのは、A の点値行列を取りなさいということにしました。で、こういうふうになります。で、その次にこの A の点値行列の簡約階段行列を計算しなさいと。すなわち、上三角でもいいんですけど、なるべく対角成分が、左上から1、1が並ぶようにしましょうと。で、対角成分に1が並んだ、列はですね、他の成分を全部0にしましょうという形にすると、こんなふうな A' っていう行列が得られます。で、その次の手順としては、この A' が求まったら、この A' のをもう一回点値行列取りなさいと。そうすると、こういう102っていう列と、それから012っていう列と、000っていう列が出てきました。で、最後に、この A' の点値行列の、非ゼロの列を取って、その線形、結合を取りなさいと。A' の点値行列の非ゼロの列は、102と012でしたから、その線形結合を取ると、こういうベクトルを得られまして、実はこのベクトルの集合が F の像空間になるという答え方をしていました。とりあえずここまでいいでしょうか。で、解き方は一応示したんですが、半分意図的なところもあって、それがなぜこれでその像空間が求まるかっていうことはこの時に言いませんでした。もしかすると皆さんの中にはこの時点でなんでこれで像空間が求まるのかっていう疑問を持った人もいるかもしれませんが、この段階まで来てですね、ようやくこれの理由を説明できることになりましたので、その理由を説明したいと思います。まずこのイメージ F ですね、この像空間なんですけれども、先ほどの表現行列などの使った表示なんかも使うと、実はこのイメージ F っていうのが X1、X2、X3 っていうその数を使ってですね、こういった形でのベクトルの線形結合で表されます。ですので、これは何を意味しているかっていうと、実は F の像空間っていうのがこの3つのベクトルですね、114とマイナス102とそれから216というこの3つのベクトルによって生成されるということが分かるわけです。で、問題になるのは、じゃあこれがこの F の像空間の規定になっているかどうかっていうことで、
まあここからその F の増空間の規定を求めるっていうのが実は第2回のそのレポートの課題の本当の狙いだったわけですね。そこでじゃあこの F の増空間の規定をどうやって求めるかっていうのを先ほどの解き方をもう一回検証しながら考えましょう。で先ほどの解き方ではその表現行列ですね、表現行列をすみません、表現行列を各列ベクトルの線形結合で表してその点値行列を取ったってことなんですけれども、この点値行列 A の点値行列に対してこの簡約階段行列を計算したっていうのはどういうことかっていうと、実はこの F の増空間を生成するその3本の3つのベクトルをこう行ベクトルにして縦に並べた形なんですね。で縦に並べてその階段行列を計算しました。で例えばこの最初のステップ簡約階段行列を計算する最初のステップではこの第1列に着目してこの第2行のマイナス1とそれから第3行の2をですねこう0、0にするということをしました。でこれはどうやってやったかっていうと第2行と第3行から第1行の定数倍を引いてですねでここを0、0にしたっていうことなんですけれどもでここを0、0にしたっていうことはその先ほどのベクトル生成イメージ F のですね生成する3本のベクトルに対して何をしたかっていうとこの今このベクトルですね3つあったベクトルを横にして並べましたからそうするとその生成この1個目のベクトルを使ってですね実は2個目のベクトルと3個目のベクトルの一番上の成分を消したんですね。消した上で、しかもそのこの消されたこの2個目と3個目のベクトルっていうのがこの1個目のベクトルとは線形独立なようにうまく変えたわけです。っていうのが実はこの簡約階段行列に直すための行変形の本当の意味です。で、次のステップではその第3行から第2行を引いたらですねたまたま第3行が000になったっていうことはその3つ目の規定からですね2つ目の規定の定数倍を引き去ってで線形独立にしようと思ったら3つ目の規定はもう0になって消えてしまったっていうことを意味しています。ということはですねここまで分かったことはこの第1行に対応しているこの規定とですねそれからその生成されるベクトルと第2行に対応するベクトルっていうのが実は線形独立で第3行のベクトルを加えると実は線形従属だったっていうことを意味しています。ですのでこの2回目の課題でその行変形を行って解約解約の行列を導いた本当の意味っていうのはこのイメージ F のですね生成していたこの3本のベクトルをうまく消し合ってですね線形独立なものだけを残したということを意味しています。こうしますとその第1行第2行がですね最終的に線形独立になりましたからその2つのベクトルを列ベクトルにしたものが F の増空間の規定になったというわけです。このようにしてその実はまあ、ベクトル空間の規定を計算してで さらにこの規定の個数を数えることでベクトル空間の次元が分かるとこの場合はこの F の増空間の次元が2次元であったと結論付けることができます。ここまでいいでしょうか。そうですね、ここにありますように結局最初に与えられた生成源ですねベクトルはこの3つだったんですけれどもそこから線形独立なものを取り出したらこの2つになったということでこれも2つのベクトルがまあこの F のイメージの1つの規定1組の規定になってで F のイメージの次元は2次元ということになります。